Thank you.
どうもこんにちは。今日は本当に、本当にありがとうございます。今日の、組員を今から、紹介したいと思います。バイオリン広岡義高、塩田修、宗志正也、山本翔平、田村明宏、ビオラ、生野正樹、萩谷金太郎、太一博、チェロ門脇博樹、森山亮介、広田徹、コントラバス米永浩一、僕だけきちんと挨拶してませんでした。失礼しました。皆さん本日はご来場ありがとうございます。石田組はですね、2020年今年一発目のコンサートが今日なんですけども、ありがとうございます。本当にだから来ていただいたお客様、またこれはニコニコ動画で生配信されているそうなんですけども、ご覧になっている皆様、本当にありがとうございます。ですね、11月ですかね、我々が NHK のテレビのラララクラシックというのに出演させていただいて、で多分見てくださった方もどれぐらいしました、ありがとうございます、ね、その後に多分見てくださった方で石田組をご存知なかった方だったかね、どんな公演やってるのかなと思って調べていただいたと思うんですけど、何もないという状態でですね、それでやっと今日になってしまって、すごく皆さんにお会いできたのがすごく嬉しいです。でですね、今回はずっとこの3月からのコロナ騒ぎでですね、我々音楽業界もですねコンサートが全くなくなってしまって、今日のメンバーオーケストラに所属しているメンバーが多いんですけども、全ての公演多分中止になって、みんな家で自宅待機という形になっていると思うんですけど、そんな中ですね、この間緊急事態宣言が、解除されまして、徐々にですけども日常が戻ってきたなっていう感じがするんですけども、それでもまだ本格的にはというわけにはいかずにですね、こうそのライブ配信であったりとか、無観客でのコンサートとかそういうのが多い中でですね、こうやってやっぱりお客様と一緒にこうの前でこう演奏できるっていうのはすごく嬉しいものだなというふうに今日、感じてますし、なんかステージに出てきてですね、皆さんの拍手をいただくと、なんかこうお帰りなさいっていうかですね、なんかそういう温かさみたいなものを感じてですね、やっぱりこうコンサートっていうのはこう客席とステージとで一緒に作ってるんだなっていうのをこう改めて実感している次第なんですけども、そうですね、ブーばっかり喋ってたまりなんで、そのコロナの時ですね、皆さんどういうふうな生活をされてたかとか、喋らない、お話にならないそうなので、ちょっと他のメンバーに聞いてみたいと思いますけども、
お話を聞いてみようと思うんですけども、コロナの時っていうのはどういうビオラの生野さんです、ね、全く、仕事なかったと思うんですけど、どんなことされてましたか。私はでも、ね、さっきメンバーを今日のメンバー見渡していたら、実は僕以外みんなオーケストラに所属している方々で、いわゆるフリーターって僕だけで、フリーターって働かないとお金が入らないんです。だから本当にもうこうやって舞台に立ててるから、こうやってもう笑って話せますけど、これからこう未来が見えてなんですけど、本当に4月に入った時点ではもうこの先僕どうなるんだろうって思いながら、だから畑でも耕そうかなとか、ちょうど去年埼玉の田舎の方に引っ越したもので本気で考えました、そんなことも。それでもう先の見通しが立たない中、それで個人的なことですけど、僕田舎に住んでるので、その中でもどうやったらコンサートできるかなって考えて、自分で野外で、土地はいくらでもあるので、野外で室内楽をやったりして、どうにか、まあ、コンサートは、まあ、6月以降ですけどやったりしてました。で、まあ、こういう、ね、事態になってしまいましたけど、今日も僕は復帰後初めてなんですけど、ステージに立ってこの違和感、皆さん揃ってるんですね、やっぱりこう綺麗に、なんかでも見方によってはもう超ビップ席、もう皆さんの一人当たりのスペースって結構じゃないですか。もう荷物たくさん持ってきていただいてもね大丈夫ですし、もう、ね、横になった、なんならこう横にもうこうなっ、あ、こういう話じゃないですね、すいません、ちょっと僕話しすぎるんで、ビオラの萩谷金太郎君はどうされてましたか。突然ですね、僕はですね、まあ、東京都交響楽団というオーケストラに所属していまして、でもちろん他のオケと同様にコンサートがほとんど中止になってしまいまして、もうずっと家にいるんですけども、まあ、音楽家というのは外に出れず、コンサートホールに来れないと、もう本当にやることがもう練習するしかないという状況なんですけども、そこでビオラの、オーケストラの仲間たちと YouTube で、ビオラアンサンブル、まあ、ビオラカルテットみたいなことをして配信をしております。もしよろしければぜひ検索していただければ、たくさん出るので見てください。今後ともどうぞよろしくお願いします。ですね、皆さん生きる道を探しているっていう感じですよね。やっぱりコンサートがないと、普段やっぱりコンサートに向けて練習するものですから、そのモチベーションみたいなものが保てないんですよね。だからその石田さんなんか本当にコンサートが年間ね100本以上あると思うんですけども、そういうのが全くない状態で、そのやっぱりこう一緒にこのライブの感覚っていうのを大切にこうコンサートを作ってらっしゃる方だと思うんですけど、どんな気持ちでいらっしゃいましたか。難しいですかね。まあ、やっぱりとにかく、まあ、僕たち、まあ、音楽家はですね、本当にお客さんあっての、職業だと思うんですよ。なのでやっぱり今日は本当にまあまあ本当に今日本当にまあ演奏、本当今日本当にもうまあ本当にもう良かったです。でまあ、まあとにかく石田組、ね、まあ、今年とにかく今回が一発目ですけども、まあ、まだありますので、よろしくお願いします。素晴らしいコメントありがとうございましたですね。後半は、ちょっとクラシックから離れまして、タンゴ、ロックなどいろんな音楽、お届けしようと思いますので、また皆さん盛り上がって聴いていただければなと思います。それでは後半もお楽しみください。
もありがとうございました。もう一曲だけあります。それで最後の曲だけ特別に写真とかの動画とか撮って構いませんので、それでまあ立ち上がったりですね、フラッシュとかたかなければ全然大丈夫なので、本当に今日はどうもありがとうございました。